ただなんかやっぱお客さん的にはやっぱねそれなりのお値段ね、うん、欲しいじゃないですか、うん、僕がお客さんだったら欲しいから、うん、やっぱ忖度して欲しいじゃないですか、はい、お客さんも YouTube を毎回見てるから、はい、でねちょっとこれ見てくださいよ。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。カメラマンの葵です。はい、今日はですね、はい、トラスト企画 YouTube チャンネル最新車紹介のコーナーです。すごい、これスバルですけどソニカみたいな色してないですね。何ソニカって。ソニカブルーみたいな怒られるよ、あんま適当なこと言ってるとスバルファンに。まだ覚えきれてません、すいません。これだからまだなんか額にマークがありますけれど。阿部ちゃん、あの松江区行ったんですか。アリクリになってますね。で、葵ちゃんは。葵ちゃんかわいいな、日産。葵ちゃんかわいい、それ黄色子みたいな感じ。最新車紹介ということなんですけど、ちょっと楽しみ。最新車のスバルって紹介してないですよね。これ何年式か分かりますか、花ちゃん。これ何年式。え、だってめっちゃ綺麗だから。だって塗装もこのねパールホワイトみたいな感じも綺麗だから、2年落ちぐらいだから2020年。おお、近いですね。2017年製です。結構まあ5年落ちなんだけど。5年落ちなんだ。我々の感覚からしたら超最新車だよね。あの、まあ、一応現行車なんで。あ、そうなんですね、はい、こちらはスバルの WRX-S4 という車です。 S4、はい、初めて聞いた。そうだね、初めて紹介すると思います、うん。まあ多分ね、ご覧になってるスバルファンの皆さんは分かると思いますけど、はい、一応2人のために少し教えますね。お願いします、はい、WRX っていうさ、まあ、昔はインプレッサ WRX っていう名前だったんですよ、うん。まあ、インプレッサの中の、まあ、スポーツグレードっていうかな、そういう位置づけだったんだけど、はい、この VA っていうインプレッサというかこの型に変わってからインプレッサっていう名前がどっか行っちゃったんですよ。あ、なんかちょっと噂で聞いた、それは。だからスバル WRX っていう名前になったんです。うん、だから、まあ、これは S4 っていう名前なんだけど、あの、まあ、インプレッサからずっと続いてる方はスバル WRX-STI っていう車なの。あ、それがよく聞く VAB っていう、はい、あっていう、ね、その型式。そう、まあ、インプレッサのずっとこう継承してきたやつの最終型ですよね、 VAB。 だからもうインプレッサ WRX っていうか WRX はもうないから、ただ S4 はまだ作ってるっていう車になります。で、まあ、インプレッサの派生みたいな感じではある。そうだね、そうだね、そうだね。うん、でこの S4 っていうのは、まあ、普通の WRX と何が違うかっていうと、はい、エンジンも違えばミッションも違うんですよ。おお、もうメインのところ2つ違う。そう、でもさ、こうやってパッと見るとさ、はい、どっからどう見ても VAB の WRX にしか見えないじゃないですか。なんかね、フロントとかダクトとか、うん、そこら辺はスバルって感じですね。もうパッと見そうにしか見えないんだけど。見えない。これはですね、 WRX-S4 の中でも、はい、TS っていう限定車なんですよ。限定車。限定車。出た、スバルの限定車。ほらほら出てきてるよ。はい、まあ、いろんな、まあ、エンジンも内装も足回りも違うっていうね、まあ、限定車になるんだけれど、これをですね売っていただいたんですよ。これ阿部ちゃん買い取りです。阿部ちゃん買い取り。そう、これしかもフレッシュな入庫ですよね、うん、昨日買い取りました。そう、昨日です。すごい。で、すごい、もうね、トラスト企画の YouTube チャンネルの大ファンのお客様でもう、あの、何、査定っていうか売りに来ましたみたいなそうか、査定じゃなくて買ってくださいみたいな。いや、なんか、あの、これ持ち込みしていただいたんですよ。そうですよね、同じ県内の方で。ありがとうございます。で、ほら、阿部ちゃんも、まあ、車見せてもらって値段提示して、はい、会えばね、あの、また持ってきてくださいねにしようかなと思ったんだけど、うん、なんともうその場でもう置いていきますと。それはもう元々決まってた話とかではなかった、ね、いや、全然全然、そんな気で多分お客さんは売る気満々だったんだろうけど、阿部、うん、ちゃんは、いや、買えるのかなと思ってたんだけどね、うん。で、よくよく聞いたらもう印鑑証明書から何から書類も全部持ってきてくれてて、素晴らしい。もう売る気で来ました。準備が
ありがとうございます。最近ちょこちょこ買ってんですよ、阿部ちゃんも車。うん、そうですよね。明日も触っていくんだけど、うん、はい、ただね、この車はもう TS、まあ、限定車だから高いんだけど、もう距離も6万キロだし、ほぼ外装も傷ないし、うん、まあ、ほとんどノーマルでね、めちゃくちゃ程度がいいので、はい、まあお客さんの想像よりこんぐらい、こんぐらい、こんぐらい上の金額でありがとうございますって感じ。いやーすごい、それは即決しちゃうわな、うん、へえ。車少し見ていきますか。見たいです。うん、外装はもうこれもノーマルなんですか、リップとかも。これは多分 TS がついてんじゃないかな。これかっこいい。うん、で多分この辺の赤いやつも、はい、TS 限定なのかな、ちょっとあんまよくわかんないけど、ただ足回りはねもう全然違くて、はい、もうサスペンションからアームからブレーキから全部この TS が限定仕様になってるみたい。これブレンボなんだって。すごい。ブレンボキャリパーとビルシュタインのダンパーと、うん、あとは専用 STI のアーム関係が入ってるみたいで、はい、アームまで、うん、ちょっとで、これは車外のホイール入ってますね。ウェッジスポーツ、ウェッジのホイール。綺麗、綺麗だね。ここのとこもピカピカだよね。そりゃ綺麗ですよ。だってこのお客さん買って見てください、車検取ったばっかりです。6年の1月車検。みーくん毎回言ってるのに、車検取ってから売りに来ちゃダメですよって。これね、でもね、売ってしまうのには理由があるんで、後で話しますね。はい、うん、あ、ここにエンブレムが、はい、で外装で唯一違うとこといえばリアウィングがね、 TS というか、まあ、WRX S4 は純正でリアウィングがついてないんだけど、これはもう VAB のマニュアルの方の WRX からトランクごと移植らしいです。へえ、うん、すごい。あ、ここのラインとかもあります、ね、そうそう、これは多分純正なんじゃないかな、うん、でこの辺のなんか TS のロゴも本当は普通の TS だとシルバーなんだけど、なんか BRZ の方から移植したみたいな、すげえ細かいこだわりがね、めちゃくちゃあるオーナーさんで。黒と赤でね、いいですね。そうだね、目を引くね。かっこいいよね。かっこいい。まあ最新車なので、うん、特にこれといってこれといったところはないんですけど、最近のスバルの方が好きですね私。あ、本当、前のちょっと渋い感じよりかね。あ、なるほどね。まあそんなところですね、はい、こんな綺麗なお車を売っていただいた理由というのがございまして、はい、これもともとオーナーさんは、はい、あのスポーツカー好きな方で、前はマニュアルのスポーツカーに乗ってたんだけど、はい、この車はなんとオートマなんですよ。そうなんだ。 S4 はオートマしかないんです。あー、そう、うん、まあ、オートマっていうか CVT っていうんですか、最近の、あの無断変速っていうんですか整備艇っていうんですかそれなんですよ。うん、だから外装がこんなにスポーツカーっぽいのに CVT が入ってるんで、うん、ちょっとこう狙う客層としてはもうちょっとスポーツカー卒業したこうおじさまの皆さん、もうスバル、そうそうそう、もう楽しく楽にスポーツカー楽しみたいっていう人に向けの、はい、まあ、グレードっていうかお車らしいんで、でまた売っていただいたオーナーさんもそこまでおじさまじゃないんですよ。全然お若い方でしたね。そうそうそう、まあ、だからやっぱ前がマニュアルのスポーツカーだったから、もうこれで乗り潰す気ではいたんだけど、うん、ちょっと物足りねえなみたいなまだかなみたいな、早すぎたかなみたいな、そう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 、になっちゃったみたい で、 あ、 そうで、ね、それも一つのきっかけだったし、あとはあの、まあ、この車かこれ中古で買われたらしいんですよ。あ、そうなんですね、うん、まあ、あの、まあ、出てすぐぐらいにね買ったらしいんですけど、うん、まあ、その後にこういろいろ細かい部分変更するためにね、こうお店とかに出してたらしいんですよね。こう実はなんかあのヘッドアップディスプレイって言ってさ、はい、あのメーター浮き上がるような、あ、あのガラスみたいな、そう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 、やつがついてたりとか、あとはこう最近流行りのねドラレコね、こうミラータイプのやつつけたり、まあ、そういうのをしてたんだけど、はい、なんかどうやらこのヘッドアップディスプレイ、はい、これなんかね WRX S4 には対応してなかったらしくてOh my God。 あの普通の VAB の WRX の方には、うん、
つけれたらしいんだけど、うん、なぜかこれを S4 につけちゃうと待機電力で毎回バッテリー上がっちゃうやばいやばいやばいダメだね。なんかそれでも毎回バッテリーつなぐのが嫌になっちゃったみたいなっていうのと、あとはその施工をね、まあ、ドラレコとか施工してもらったお店とかでなんかこの配線壊しちゃったらしくて、オーマイガーやばい、そのシガーソケットのあたりのね、うん、でなんかそういうのを平気でやられて何も自分には説明されなくて、あ、え、自分じゃなくてお店が、そうお店がそれはちょっと嫌だな。であとはなんかそれで車預けるじゃないですか、うん、預けるとなんかシートがめっちゃ汚くなってたりとかしてもう嫌になっちゃったんで、こんな綺麗にしてるのに、そうそうそう、そういう理由もあったんだ。でなんかそういう思いが積もってって、うん、乗るたんびに思い出しちゃうじゃないですか、だからもう嫌になって、ちょっと嫌な思い出が増えちゃったんだ、手放したいと、悲しい、ね、いうことになってしまったみたいです。はい、はい、うわー、なんでそんなさ雑な扱いするんだろう、ね、本当だよね、普通シートかけるからね、うん、お客さんの車だったらね、フロアマットも敷いてね、そうそうそう、うん、で、あの、まあ、トラスト企画のね YouTube チャンネルも毎日見てくれてるってことで、はい、あの感謝してありがとうございますって買い取りしたんですけど、あの、まあ、大体こういうねトラスト企画の動画を毎日見てるお客さんってもうカモネギなんですよ。言っちゃえばね、はい、言っちゃえばいいカモなんです、もういくらでもいいよみたいな感じなわけですよ毎回、うん、ミー君も言ってるけど、もう買い叩くぞとか言ってるけどね。ただなんかやっぱお客さん的にはやっぱねそれなりのお値段ね、うん、欲しいじゃないですか、うん、僕がお客さんだったら欲しいから、うん、でやっぱ忖度して欲しいじゃないですか、はい、お客さんも YouTube を毎回見てるから、はい、でねちょっとこれ見てくださいよ、忖度忖度まんじゅう、こんなの売ってるんですか。これあの従業員全員分あります。こっちの箱に全部入ってる。やばい、今までで一番綺麗な準備してますよね。これ僕が並べたんじゃないですからね、お客さんが並べたんですからねこれ。忖度のほどよろしくお願い申し上げます。もうこんなの持ってこられたらさ、忖度しないわけにいかないじゃないですか。しかもさ、あ、従業員分あるよ。全員分ですよ。ちゃんと見てる人だよこれ、はい、従業員の数把握してるって。これさ、撮影のためにこうやったんじゃなくて、査定の時にじゃあ阿部ちゃんトランク開けてみてくださいってこうやって開けたらさ、並んでるからさ。こりゃ忖度しちゃうよね。違いますよ、はい。まあ、査定してる方もちょっとね面白いよね、楽しいよね、こんなサプライズあると。で、あとは我々キャスト4人に個人的にプレゼント、バレンタインデーのプレゼントだって。すごい、開けてみて。俺まだ開けてないんですよ。見て、袋も可愛いよ、ハートで。あ、なんかいきます、せーの、ドン。面白い、見てぼやき治る、わいぼやきだって、別人講話、送信、求人、改弁、いいね、改弁、どれ飲もうかな今日。超面白い、見て見て、面相霊、相霊。これは健康的な、何これ、送信、インターネット電話しすぎの人に。あー、これはいいね。お薬屋さんチョコだって、ありがとうございます。 ありがとうございます。センスいいな、思ってセンスいいわ。また車の紹介に戻りますけど、はい、これね、実はね、まあ、変わってるのホイールだけと思うかもしれないんですけど、うん、これ実はねコンピューターも書き換えしてあります。あの、ここにかかってる。最近の車ってさ、なんだろう、昔の車みたいに F コン V プロとかつけなくても、こう、なんていうんですか、データライターつなげるだけで書き換えできちゃうんですよ、最近の車、まあ、ある意味インストールみたいな。あ、そう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 、なんか、CAN 通信っていうのかな、うん、そういうので書き換えできちゃうんです。だからなんかこうエンジンの制御と、はい、あとはちょっとアイサイトの制御も変えたみたい、この車は。そこも変えられちゃうんだ。そうそうそう、すごっ、電子制御すごいな最近の。で、あとは見てこのシートがさ、超いいんだよこれ。思った、これレカロじゃない、すごい。これあれだね、あの GTR ニスモとかさ、うん、と同じレカロだね。 STI になってるけどね、これも変えた。これ TSC を、あ、純正、そう、純正シートですねこれ。すごい、うん、なんか
横もこれすごくないですか、ね、本当ついてる。そうだね、チープに見えないように、うん、でもなんかお客さん的には、うん、結構身長の高い方だったんで、うん、このノーマルシート座った時のこの目の位置がすごく高すぎて、それも嫌だったの、うん、でこれも純正になってるからさ、レールだけ変えられないんだよね。あーそっか、そうそうそう。あとこの辺にスロットルコントローラーとかついてたりする、キャンコントローラーとかね、こういうのつけてて、すごい。でなんとパワーチェックまでされているという素晴らしいことなんですよ。データもちゃんとある。データちゃんとあります。272馬力十分です。でほらオートマですよ。オートマね、じゃあおいちゃんでも運転できる、できる、最高。こんなスポーティーな車でオートマ嬉しいなね、うん、最近だったらでも全然需要ある気がする、うん、女性でも好きな方多いですからね、うん、今ね、うんうん、エンジンルームとかは、エンジンはノーマルです。ノーマル、はい、あとオイルクーラーがついてるだけ。うーん、でこれはあの WRX だと EJ20なんだけど、普通の VAB の方は、はい、それが、まあ、EJ20 の最後のスペック。え、最後なんだ。そう、もう EJ20 ないんですよ、その VAB のインプレッサーで最後だったんですよ。あ、そう。でこっちの S4 は FA20 っていう直噴のターボエンジンなんですね。同じ水平対向だけど横のエンジン形式がちょっと違うってい う、まあ、トルク出るようなオートマなんで、パッケージになってモリモリになるように。そうそうそう、へっていう感じですね、今日の車は。すごい。じゃあ全然こういう高年式のオートマのスポーツカーでも、うん、全然大歓迎です、うん、でしかもこれは限定車だから。そうだね、それで結構普通のやつより高かったっていうのはあったんですか。そう、オーナーさん即決でしたからね、じゃあお願いしますへー。このオーナーさんね、やっぱトラスト企画の信者で、はい、これ売って次にまた新車をうちで買ってくれるという素晴らしい。そうなんですよ、実はね、うち新車も買えるんですよね。そうなんです、各、まあ、日産は買えない、日産も買えるのかな、今ほとんどのメーカーの新車をこちらから紹介もできるんで、うん、そうですね、そう、まあ、お乗り換えというか、まあ、下取りみたいな感じでね、あ、対応できる、はい、まあ、普通のディーラーに下取り入れちゃうと、いや買い叩かれちゃうよ。あんまいい値段しないんですけど、うん、うちに下取り入れてくれればちゃんと何下取り考えないでの査定額で買い取りさせていただきますので、うん、ぜひよろしくお願いします。素晴らしい、はい、え、じゃあこのお客さんにはまたこの後納車するって感じ。そう、早く納車しないと代車化してるんで。あ、そうなんだ。そう、代車戻ってこないと困るんですよ、早く。トラスト企画今代車不足です。そうだから、あの普通の車に乗ってるお客さん普通に車検あって乗れそうな普通車のお客さんぜひ売ってくださいお待ちしておりますトラスト企画車用車要員すごい重要です今、はいはい、プリウスとかね、ウィッシュとかそこら辺。プリウスいいね、燃費いいからね、はいはい、お願いします。ぜひよろしくお願いします、はい。じゃあ、まあこういう形で最近阿部ちゃんもさって言ってますので、はい、まあ、私指名の場合はあの事前に言っていただければ、うん、私お伺いして、はい、持ち込みの時もあの阿部ちゃん対応って言ってくれれば私しますんで、よろしくお願いします。素晴らしい、はい、じゃあまた次の紹介でお会いしましょう、はい、バイバイ。バイバ